今日は関東大震災から100周年ということで、なぜかですね、NHK だとか、まあ、テレビ、新聞、やたらね、福田村事件をね、推してるんですよ。福田村事件っていうのはですね、まあ、関東大震災の時にね、その朝鮮人が井戸に毒を入れたみたいな、そういう流言飛語が飛び交ってですね、朝鮮人が殺されるっていうことがあったんだけども、その、今のね、野田市に福田村っていうところがあって、そこでね、香川県から来た行商団が、朝鮮人に間違えられて殺されたっていうことがあったんですね。で、これについてですね、ちょっとね、新潟日報に聞き捨てならない話が書いてあって、香川では被差別部落である行商人の出身地がインターネットで晒されるなどの差別が起きていると、ちょっと中略しますね。被害者の出身地域の一つで自治会長を務める男性54歳はブラック差別を理由に言っても仕方ないと泣き寝入りしたのではないかと推測すると。ただ、ブラック差別が原因で9人が殺されたのではなく、事件と結びつけてほしくないとも語ると。ちょっとここも中略しますね。で、映画化の動きは地域を翻弄した。2020年冬、森監督は取材のため地域を訪れ、その様子を地元テレビが放送。地域を特定可能な映像だった。22年春には、被差別部落の地名リストや動画を無許可で公表し、裁判を起こされている川崎市の出版社、自伝社がこの地域の動画をインターネットに公開した。影響はすぐ現れた。自治会長が運営する障害者就労支援施設では動画を見た入所予定者が入所を取りやめた。父親が土地が悪いと差別発言をしたという偏見をなくそうと活動して自治会長の落胆は大きかった。で、ブラック解放同盟香川県連の岡本、何って読むのかな、岡本書記長、悪いのは差別する側だ。行動して差別をなくしていかなくてはと強調すると。で、墓参りなど善意の目的でも地域を特定するのはやめてほしいと協力を呼びかけた。まあ、私の意見をね、まあ率直に言うとですね、まあ覚悟を決めましょうよ。地域は出さないといけない。うん。まあ理由は後で言いますね。それとですね、まあ僕はブラフ探訪動画上げて、まあここで、この YouTube では消されたんだけども、まあその地域ということでとですね、その解放同盟の運動と、まああと、そこに住んでる人っていうのはですね、分けて考えないといけない。まあ、ウラフ探訪ね、消えちゃってるから、この YouTube 見てる人、わかんないかもしれないけども、僕YouTube の動画の中でね、まあここの人はね、あんましここブラフだっていうことを強調したくないし、解放同盟の活動なんかもあんましやってないんじゃないかな、みたいな言い方をしたんだけども、まあ、そうだと思いますね、この記事を見ても。この自治会長もあんましのブラフどうだろう、そういうことはね、あんまし触れてほしくないみたいな感じですね。ただこの記事自体がなんか自己矛盾を起こしてますよね。ブラックブラックって書いてあるんだから。で、この記事に限らずね、この福田村事件について、そのまあ、事件自体別にブラックとも何の関係もないのに、その行商団の出たところがブラックだっていうことをね、散々言ってきたのが解放同盟なんですよ。解放人文のウェブ版にも書いてありますよ、そういうことは。ブラック差別が絡んでるだのいうことが。で、そういうブラック同和関係のイベントでも何かにつけて、この福田村事件が出てですね、その行商団が出たところはブラックだっていうことは、もうあっちこっちで言われてるわけです。はい。まあ、本当はね、言う必要はないことだと思いますよ、僕も。だけど、その、解放同盟はこういう話をあっちこっちでやっちゃってるんですね。で、まあ、今だから言うんだけども、その、まあ、ブラック探訪する前に、この地元の人からね、僕ちょっとはその、まあ連絡というかメールというかそういうのがあって、まああんまし個人特定されるから詳しくは言えないけども、その、なんかその地元のその、ね、まあ場所はね、三豊市上高野のね、小技福岡っていうところなんだけども、そこのそのニコイチ住宅に入ってる人がどうのこうのみたいなことをね、そういう話をされたことがあって、だから、まあ、わかる人はわかりますよ。だって、ニコイチ住宅もあるし、林保館もあるし、教育集会所も、そのもろに動画施設があるわけだから、まあ、地元の人はわかってるでしょうね。そこ、まあ、指定動画地区だっていうところは、ことはわかってると思います。で、まあ、何が問題なのか、まあ、これでね、その責任のね、なすりつけ合いが始まるのかもしれないけども、まあ僕は卑怯な真似はしないですよ。別に誰かに責任を押し付ける必要もないし、別に僕はずっと地名も出していくし、それでまあ地元の人は僕をまた裁判で訴えるんだったら受けて立つし。ただ、問題はですよ。その別に動画出さなくても、まあさっき言ったように分かるわけです。動画施設があるわ
あるわけだから。で、香川県の部落探訪シリーズやった時に、実際僕何人かから反響あったんですよ。電話かかってきたこともあるし、メールも来たしね。で、じゃあ地元の人がどう思ってるのか。まあちょっとね、まあそれはまあ何人かの意見だから、そんな統計取ったわけでもないんで、まあ個人的な話しかされてないんだけども、その、やっぱりね、おかしいと思ってるわけです。その、だって、香川だったら、そのブラフだったらソーラーニコイチがあってね、あの屋根に太陽熱温水器がついてる、もう特徴的な形のニコイチがあるんですよ、ブラフに限って。そんなもう宇宙からでもわかるような状態になってるわけです。じゃあそのことについて、じゃあどう思うかって言ったら、そらね、もうこれ部落だって強調してるもんでしょって。で、林保館なんかもね。まあ、本当だったら何もなくてもいいってね、いうことなんですよ。ただ、それは行政がやってることだから自分らにはどうにもできないってことなんですよね。で、もう一方としては、その、やっぱ解放同盟の 悪口ですよ。あの、僕はもう消えちゃったけども、童話工業っていう会社があるんですよね。童話工業っていう、まあ、もろにもの童話っていう、そういう会社ですよ。それがあって、まあ、香川県の各地にあるんですよ。で、そこの経営者は解放同盟の関係者ですよ。なんか裏のフィクサーみたいな感じだそうですよ。で、そういうところは童話関係のね、工事受け負ってるから、まあ、ある意味利点になってるわけですよ。で、ニコイチなんかもなくしてね、払い下げてしまえばいいわけだけど、でもそれをやっちゃったら金になんないでしょ。今も香川県でなんかニコイチをね、また立て直ししてるんですよ、あっちこっちで。もうね、そろそろ対応期限が切れるから、まあその工事もお金が落ちるでしょ。じゃあそれね、もうやめようったってなかなかできなくなっちゃってるわけですよ。もう利権が絡んじゃって。でそれをね、じゃあまあこういうね、もうブラグだって強調するようなことはもうやめようっていうふうになった場合に、結局は地名言わないといけないんですよ。香川でもね、なんか四国中央市だったかな、もう十何年か前、多分共産党系の議員さんだったと思うんだけども、その童話住宅に関してね、ちょっとその、やっぱりその利権になってると、この扱いはおかしいみたいな話を議会にしたらですね、その解放同盟審判の議員からね、その、あ、部落の地名を言ったのは童話住宅だっていうことをね、言ったなって言ってね、差別だ、差別だって、まあそういう話になったわけです。まあ、だけど、それ、不適切な状態やめようっていうことになると、それじゃあどこでそういうことが起こってるんだっていう議論できなきゃどうしようもないじゃないですか。地名言うなっていう話だったら、じゃあ上高野のあの、ニコイチも林保館もずっとそのままでいいんですか ?100 年後もあれずっと続けるんですかね。だからこの自治会長の人とね、まあ討論したいですよ。もう解放同盟も交えて。ね、本当に。うん。その、地名言わなきゃ議論になんないでしょ。で、まあ、なんとかしてね、僕に対して責任を押し付けようとしてるんだけども、まあ、例え話をするならですよ、ある部落についてここに住んだら、なんかあのね、あの、親戚も差別される、子供も差別される、あの、もう就職でも差別されるし、結婚もできなくなる。まあ、実際そうなのかどうかわかんないけども、そういうことを散々言っておいてですよ。じゃあその部落ってここですよって言って僕は言ったら、それ僕は悪いんですかね。まあ、もっと別の例えをしますよ。ある人について、まあ、こいつはね、アホだ、バカだとかね、性犯罪者だとか、レイプマだとか、殺人鬼だとか、なんかそういうね、根も葉もないことを言って、で、じゃあその人ってこの人のことでしょって、その、実名言った場合に、じゃあ実名言った側は悪いんですか?根も葉もないことをね、その名前さえ出さなきゃいいと思って、無責任なことをね、言いふらしてる人間の方が悪いでしょ?ということなんですよ。だから、その、解放同盟にしてもね、このね、新潟日報、多分これ、あれかな、共同通信のか、そのあたりからの配信なのかな、なんか他の地方紙も載ってるっぽいから。だから、こうやって、その、じゃあ福田村事件の、ね、その、出発地が部落だってこと、そんなに知られたくないんなら、じゃあ一切その話しなくていいじゃないですか、本当に。ね。まあ実際事件関係ないんだから、一切話しなくていいじゃないですか。ただ一方で、でも僕は思うのは、その、まあ、福田村事件の話で、まあ、別にあの、地名出さなくてもいいと思いますよ。でも、その、差別だのなんだのっていうね、ことをね、じゃあもういい加減にね、自分らの世代でなくそうっていう話になると、じゃあ部落はどこかって言わないとダメでしょ。指定童話地区はどこで、童話住宅はどこなんだ、童話施設はどこだってこと言わないと終わんないですよ。だから、その、まあ、僕に責任を押し付けるのは卑怯だと思いますよ。やっぱりその、いい加減な根も葉もないことを言ってる人間っていうのは僕は一番悪いと思うし、それはね、
地名を出そうが出さまいがね、根も葉もないことを言ってる奴は僕は悪いと思いますよ、それは。まあ、むしろね、その、地名出さないからって自分責任負わずに、デタラメ言ってる奴が一番卑怯で悪いと思います。地名言ってる方は僕はまだね、覚悟があると思ってるから、僕はそういう卑怯なことしないから地名言いますよ。だからね、別にね、三豊市から訴えられや、僕は、打てて立ちますので、だからそういうつもりでやってくださいっていうことです。でもね、僕、この自治会長は悪い人じゃないと思う。でも、この、あれか、障害者就労施設は、ここまで行ったら特定されちゃうんじゃないですかね。でも、自転車にね、連絡していただければね、僕は別にそんな、ちゃんとお話ししますよ、僕の考えてることを。ということでね、こういう記事が出てたっていうことについて、僕の思うところをお話しいたしました。